世界の終わりは日本の男女混合4人組バンド。旧称は世界の終わり。2007年結成。所属事務所は東京ファンタジー。所属レコード会社はユニバーサルミュージックで、所属レーベルはバージンミュージック。公式ファイクラブは SNOWS と RAINS。略称はセカオワ。世界の終わりというバンド名は、 初代リーダーである深瀬が ADHD などの障害による困難な生活や閉鎖病棟への入院、医師になるために勉強した記憶が薬の副作用で消えるなどの辛い経験をし、絶望し自分の世界が終わったと思ったが、その時に残されていたのが音楽と今の仲間だけだったので、世界の終わりから始めてみようというポジティブな意味が込められている。 2011年のメジャーデビュー時に表記を世界の終わりからアルファベット表記に改めた。また、2012年にアルバムエンターテインメントの発表以降は DJ ラブ以外のメンバーも本名を伏せている。作詞、作曲は DJ ラブ以外の3人が行っている。編曲は主に中人が DTM を使用して作業していく。レコーディングではサウンドセレクターである。 d j ラブが主にギター、ベースとそのアンプの機材を選び音色を調整し、ピアノの演奏をサオリが行う。深瀬は、自分のボーカル以外の録音中はスタジオに入ってこず、レコーディングスタジオのロービーでゲームをし、最終的な統括に徹している。インディーズ時代は、編曲、レコーディングともにメンバーのみで行っていたが、2013年からは、メンバーと親交のあるクラサソメムブリッジなどが、 編曲に加わっている。4人は深瀬を通した幼稚園から高校までの友人であり、沙織のみ一学年後輩である。現在の DJ ラブは2代目であるが、初代とは今でも進行がある。ちなみに DJ ラブ以外の2人はあやまん、ジャパンのファンタジスタ桜だ、女流書道家の金沢翔子と小学生時代の旧友である。メンバーと仲間のスタッフで一軒家を借りて、 共同生活を送っている。当初は私服姿でライブや PV、アーティスト写真の撮影をしていたが、その後それらのパフォーマンスで揃いの衣装を着用するようになった。エンド・オブ・ザ・ワールドとして本格的に世界展開のプロジェクトが始動する。マドンナやレディー・ガガなどとの提携で知られるプロモーター、ライブ・ネーション・エンターテイメントとの提携を発表。 東日本大震災復興支援として東京 FM 系列スクールオブロックと共同で東日本大震災復興支援プロジェクトステイストロングを発足チャリティリストバンドを制作し自身のツアーや出演イベントなどで販売2019年3月末時点で3635万9437円を被災地へと寄付している支援活動は 今もなお継続して行っている。またツアーなどで会場に届けられる増加などは被災地へ支援物資として送れるように配慮して可能な限り込めをお願いしている。他にもエイズ個人 c m n g をプラスやロートテチャリティや熊本地震発生直後現地にボランティアで足を運ぶなどの支援活動にも積極的に参加している。 2016年7月27日には様々な支援に取り組み、ピースワンコジャパンなどで実績に定評のある NPO 法人ピースウィンズジャパンと一緒に動物殺処分ゼロ支援プロジェクトブレーメンのスタートを発表した。クラブアースは東京都大田区の京浜急行電鉄空港線大鳥駅付近にあるクラブハウスである。前日の通り、 深瀬が仲間の集まることのできる拠点を作るために土地を探し、見つけた地下空間に自分たちで作業をして作った。家賃は当時の沙織のバイトの3ヶ月分の給料が飛ぶほどであった。さらに深瀬の貯金が0円であったことや先が見えないということもあり、沙織はかなり不安だったが深瀬と中人がとても乗り気で先を心配していたのが恥ずかしくなったという。 当初の予算は6万円だったが進めていくうちにその金額は100倍となり作る際にはそれぞれ200万円ずつ借金をしたしばらくは同省活動の拠点としており住み込みで作業をしていた現在は別の場所で家を借りてシェアハウスという形態でメンバーとスタッフで住んでおりクラブアースでは2016年現在も様々なイベントを行っている 2013年からは海外での活動を積極的に行っていき、エンド・オブ・ザ・ワールドという名前で世界展開をしていくことを発表した。バンド名は世界の終わりを英訳したもので、口実するカンヌでのライブの際に、世界の終わりってどういう意味と聞かれることが面倒だったので直訳したと深瀬が答えている。2013年1月にフランスカンヌで開催された、 国際音楽産業を見本誌、ミデムのイベント、ライブネーションナイトに参加し、初ライブを観光。披露された楽曲は、ホーリーフォレスト、ラブザウォーズ、スターライトパレード、RPG、スリーピングビューティー、サイレントナイト。このうち、ホーリーフォレスト、ラブザウォーズ、スターライトパレードの3曲は同月中に、YouTube のラストラムミュージックチャンネルに音源がアップロードされている。 また、ライブは、リンキンパークのマネージャーから高い評価を得た。同年5月には、テレビ番組に初出演している。その後バンド名の表記を、エンド・オブ・ザ・ワールドに改め、2017年に、ファーストシングル、ワン・マーナイトをリリースした。2019年に、インサニティ・レコーズと契約。シングルコラボレーションシングルアルバム参加作品2012年8月25日に、 発足したモバイルファンクラブで既存のモバイルサイトがモバイルファイクラブとなった。ライブ先行受付や月1の検証企画や不定期配信ポッドキャスト、チャン、ティースリープファンタジーナイトなどが会員限定コンテンツ。2014年10月1日に発足したペーパーファイクラブで会員賞や専用ホームページなどが設けられている。いずれも新興ミュージックから観光。 ありがとうございます。